言いづらい部分もあるかと思います。恥ずかしいみたいな、なんか見られるのが。何小調查見てるのは可愛いなって思うけど、自分が着るってなると抵抗があります。自分は嫌なんで、その人がいいなら可愛いと思います。自分が好きだと思ったもの着てればいいと思うんで、別にありだと思う。別にそっちのファッションも似合ってれば好きですね。なんかいたら可愛いなって感じ。自分はできないけど、背中見たいからあんまできない。恥ずかしいみたいな、なんか見られるのが。普段着としてはあれなんですよ。衣装とかで芸能人が着てるとなんかいいなと思う。すごいなとしか思わない。あんまり僕は好みじゃないかなっていう。すごい個人的になっちゃうんですけど、あんまりなんかいい印象ではない。幼い感じっていう。いや、自分は受け付けてない。いや、可愛いとは思わないし、ちょっと結構ふわふわだし、結構可愛いなと思います。いろいろ雑誌とか見てて自分を試したいなと思うんですけど、自分はあまり着こなせないので。古いかな。もう流行ってない。やってる人はいるけどね、たまに。いや、そんな見ないんで、多分流行ってはないと思う。そんなに流行ってないと思います。そういう時代があったのかなって。まず5、6年前はもうちょっと多かったような気がするんですけど、最近どうなんですか。もうちょっと減ってきたのかな。原宿系では結構流行ってると思います。原宿とかそういうとこにいればたまに見るんですけど、普段は見ない。海外の方が流行ってるんじゃないかなと。流行ってると思います。こういう渋谷とか原宿に来ると結構見ます。まあ、全然それは大丈夫です。好きになります。彼女が好きなら。あ、気になります。あんまダサいと、なんかいいの買ってあげたくなります。彼女がそれでいいんだったら全然いいんですけど。あ、もう全然僕は大丈夫です。いや、ちょっと嫌です。あ、多分言うと思います。いや、ちょっと着替えてほしいです。いや、別に気にはしないんですけど、その派手めだとやっぱりちょっと嫌です。彼女とかがそういう服装だとちょっと、まあ、全然興味がないので受け入れづらい部分もあるかと思います。いや、すぐ別れます。私も今高校生なんですけど、結構友達がみんな休んでたりすると一人で食べたりするので、全然それは恥ずかしいとは思わないです。僕のクラスにも一人いますね。一応僕とか声かけるんですけど、やっぱその本人もいや大丈夫って言うから、まあ、そういう場合はもうみんな普通通り仲のいい人たちと食べるって感じで。じゃあ日本のそういうロリータみたいな服着てる人にどう思ってるのかなっていうのが気になる。